ハンブルクの西ゲオルク地区にある教会のアトラス・アグリジェントの現存する最古のアトラスの一つ、ヨーロッパ建築におけるアトラスとは、男性の彫刻を柱、兄弟、不柱などに施したもの。アトラント、アトランティードとも、複数型はアトランテス。日本語では男像中と表記されることもある。古代ローマではテラモーンと呼ばれた。これに先行して、 古代ギリシアには、女人造中のカリアティードがあり、デルポイの宝物庫やアテネのエレクテオンといった古い神殿に見られる。それらは通常ヨニア式であり、神殿に祀られている女神との仲介役を表していた。アトランテスは頭を前に突き出し、肩で上部の張り出した構造を支えている形状になっていることが多く、中には、 両腕も上に伸ばして手も使って支えているものもある。名称は、肩で永久に天空を支えさせられたという、ティーターン親族の一人アトラースに由来する。一方、テラモオンという古称は、アルゴナウタイに登場する英雄で、ダイアイアースの父に由来する。古代ローマの建築家ウィトルウィウスは、著書の中で、アトラスとカリアティードにも注目しており、ルネサンス建築に、 これらが復活することに貢献した。アトラスに先行してカリアティードが存在しただけでなく古代エジプトでも巨石から似たような彫像建築を作っていた。アトラスはマグナ・グライキアで発生したとされており南タリア及びシチリア島を古代ギリシア人が植民地化した後に生まれた。現存する最古のアトラスはシチリア島。 アグリジェントのゼウスオリンピア神殿にある。モデナ大聖堂のアトラス中世キリスト教の聖堂建築にはギリシャローマ建築から模倣たアトラスが見られる。ギリシャローマ建築のアトラスには征服された民族を表彰したものが多くあったが、紀元千年代に流行したロマネスク様式の宗教建築におけるアトラスは苦痛の表情と姿勢を取った男性を デフォルメ化した像となっている。これらのアトラスは、聖堂の重さを支えることで人類の現在を贖がなう、姿であり、労働を通しての食材と救済を表している。エルミタージュ美術館のアトランテス18世紀から19世紀にかけて、古典建築が新古典主義建築として復活すると、多数の建物で、ギリシア風の壮麗なアトランテスが採用された。特に、 ロシア皇帝ニコライ一世が建設させたエルミタージュ美術館では玄関部分にアトラスとカリアティードのニアンがありアトラスが採用されたそのポルチコには10体の巨大なアトランテスがありソルタバラ3の花崗岩でできている設計はレオフォン・クレンツェ実際の彫刻はアレクサンドル・テラベネフが指揮し100人の彫刻師と50人の助手が作業を行った 顔面の彫刻は主にテラベネフ自身が言った。アトラスとカリアティードの2案は1840年に提案されたが、彫像自体の設計はテラベネフが言った。アトランテスが完成し美術館のポルチコに設置されたのは1848年9月1日のことである。設計者のレオフォン・クレンツェはこれらの彫像を褒めたたえ、 古代エジプトの彫像にも勝っているとした。彫像はまっすぐ立っており、手を頭の高さに上げて上部の構造を支える形になっている。ありがとうございます。